名古屋拘置所名古屋拘置所は法務省共生局の名古屋強制管区に属する拘置所所在地は愛知県名古屋市東区白壁一丁目一番全国に8カ所ある拘置所の一つで東京拘置所大阪拘置所に次ぐ規模を持つまた名古屋強制管区内で唯一の拘置所である歌舞伎館として市宮拘置支所半田拘置支所がある 1938年5月に竣工し、同年7月2日に開所式、落成式が行われた。1945年に、戦災で一部が消失したが、1948年に、復旧した。その後、全面改築工事を行い、大林仕組みの工事により、1983年3月に、竣工外塀のない高層都市型強生施設は、 日本初で全国の刑事施設に先駆けて全館空調設備も設置したが新州用棟建設に伴い2006年に調査を実施したところ空調配管が設置以来20年以上にわたり使用されないまま老朽化し使用不能な状態になっていることが判明した2007年には新肝臓改築工事を2008年には 本館改築工事をそれぞれ竣工している。走行事費は約48億円。死刑場があり、死刑判決が確定したものが収監されている。死刑執行は1967年より現行地所で開始され、1983年には新刑場が完成した。刑場は東館の地下にあり、 死刑囚が収容されている西館からは2階の渡り、廊下を介して移動することとなっている。面会室は東館の2階にある。収容定員は1000名だが、2020年11月10日時点での収容人数は全635名である。2008年1月4日には、同校地所の男性刑務官が、 ハンダコーチ司書の女性収容者にセクハラなどの不適切行為をしていたことが報道された。また、同年3月7日には、ハンダコーチ司書の男性職員が2005年9月から2007年2月にかけて受刑者と格闘技をしたり、トランプで遊んだりしたなどとして、懲戒免職処分に処された。主として、名古屋高等裁判所、館内6県で死刑が確定した。 死刑囚を収監している。2020年10月23日時点で死刑確定者は計11人が収監されている。死刑囚は他の囚人と区別するため、下2桁、例例の故障番号を付与され、西立の7から9階に収容される。また、死刑囚の独房に対する探せ検という抜き打ち検査が定期的に実施されている。は、第一審 裁判員裁判の死刑囚。なお突起なき場合、死刑確定日は、上告審判決の宣告日か、控訴、上告を取り下げた日を基準とする。女 MT 富山、長野連続女性誘拐殺人事件の死刑囚。戦後7人目の女性死刑囚。上告中の1992年8月5日、金沢刑務所構築から当初営奏された。 1998年9月4日に最高裁で上告棄却判決を受け、同年10月9日付で死刑が確定。男 MN フィリピン人に女性殺害事件の死刑囚2000年3月1日に土裁で死刑判決を受け、控訴中の同年4月17日に三重刑務所から遺憾された。2004年12月14日に最高裁で、 上告棄却判決を受け、2005年1月21日付で、死刑が確定。男 IM 古美術賞ら二人殺害事件の死刑囚2006年2月24日に最高裁で、上告棄却判決を受け死刑確定。男 TY 静岡、愛知に女性殺害事件の死刑囚2006年3月2日に最高裁で、上告棄却判決を受け死刑確定。 男 MK マニュラ連続保険金殺人事件の死刑囚。2007年1月30日に最高裁で上告棄却判決を受け死刑確定。計3人の死刑が確定したが、残る死刑囚2人のうち、1人は2016年1月に病死し、もう1人は確定後に大阪拘置所へ移送された。男、HK 三重連続射殺事件の死刑囚。 2007年7月5日に最高裁で上告棄却判決を受け死刑確定。男か大阪、愛知、岐阜連続林地殺人事件の少年死刑囚下記 HM とともに、2011年3月10日に最高裁で上告棄却判決を受け、同年4月1日付で死刑が確定。このか共犯件も同所に収監されていたが、確定後に、 東京高知署へ移送された、男 HM 上記かと同じく、大阪、愛知、岐阜連続臨地殺人事件の少年死刑囚。上告審判決宣告日及び死刑確定日は、かと同一。男 k は愛知高裁に女性殺害事件の死刑囚。2011年11月29日に最高裁で、上告棄却判決を受け死刑確定。 男 LS 愛知県蟹江町母子三人殺傷事件の死刑囚中国国籍2018年9月6日に最高裁で上告棄却判決を受け同年10月3日付で死刑が確定堀恵松から壁南市パチンコ店長夫婦殺害事件の死刑囚2019年7月19日に最高裁で上告棄却判決を受け 同年8月に死刑が確定。同書にて死刑を執行された、あるいは過去に収監されていた死刑囚のうち代表的なものを記載する。ありがとうございます。